日本の能力試験で時間を与てる文法あとで食事のあとで買い物に行きませんか この薬はご飯を食べた後で飲んでください。この本、あなたが読んだ後で貸してください。食事の後で買い物に行きませんかこの薬はご飯を食べた後で飲んでください。この本、あなたが読んだ後で貸してください。 食事の後で買い物に行きませんかこの薬はご飯を食べた後で飲んでくださいこの本、あなたが読んだ後で貸してくださいうちに。 元気なうちに世界旅行をしてみたいです。若いうちに自分がしたいことは全部したいです。赤ちゃんが寝ているうちに買い物に行きました。元気なうちに世界旅行をしてみたいです。若いうちに自分がしたいことは全部したいです。 赤ちゃんが寝ているうちに買い物に行きました。元気なうちに世界旅行をしてみたいです。若いうちに、自分がしたいことは全部したいです。赤ちゃんが寝ているうちに買い物に行きました。 終える。宿題をし終えたら「ゲームをしてもいいよ」「夕飯を食べ終えてデザートにケーキと果物を食べる」「手紙を書き終えた人は切手を貼って出してください」

おきに。今年の冬は二日おきに雪が降りました。この薬は五時間おきに飲みなさい。普通列車は十分おきに着きます。 今年の冬は2日おきに雪が降りました。この薬は5時間おきに飲みなさい。普通列車は10分おきに着きます。今年の冬は2日おきに雪が降りました。この薬は5時間おきに飲みなさい。普通列車は10分おきに着きます。 最中に映画の撮影の最中に雨が降りました。夫婦喧嘩の最中に子供が起きて困りました。食事の最中にお客に来られて困りました。 映画の撮影の最中に雨が降りました。夫婦喧嘩の最中に子供が起きて困りました。食事の最中にお客に来られて困りました。映画の撮影の最中に雨が降りました。夫婦喧嘩の最中に子供が起きて困りました。食事の最中にお客に来られて困りました。 今日はここまでです。ありがとうございます。